ございます。山岳演奏の司会を務めさせていただく千葉北高校吹奏楽部副部長の飯島です。よろしくお願いします。私たち吹奏楽部は1年生11名、2年生13名、計24名で活動しています。現在は今月26日に行われる連合学会に向けて日々練習に励んでいます。先輩たちが引退して部員数が減り大変ですが、先輩たちがいた時のような力強い演奏を目標に頑張っています。1曲目にお送りする曲はリトルベリーモンスターの世界はあなたに笑いかけているです。この曲は私たちで考えた振り付けやトランペットのソロ、トランペット、トロンボーンのソリなどがあり、とても見どころがあるので注目してお聴きください。それではどうぞ。ただいま演奏しました曲は2018年年間コカ・コーライメージソングとなっており、 CM で放送され大きな話題を呼びました。各楽器の空やソリがとてもかっこよかったですね。
そしてもう一曲、坂本九コレクションをお送りいたします。この曲は彼の代表曲、見上げてごらん夜の星を、上を向いて歩こう、明日があるかの3曲のメドレーです。皆さん聞き馴染みのある曲だと思うので、口ずさみながらお聴きください。それではどうぞ。
ありがとうございました。それではいよいよ総勢85名による合同演奏をお聴きください。大人数で音楽を奏でるということはなかなか難しく、思うようにいかないこともありました。でも合同練習で得たものをその場限りにしないように、両校とも学校に帰ってからも一生懸命練習をしました。その成果が出る演奏をしたいと思います。曲は若者に大人気の米津玄師のパプリカをお送りします。それではどうぞ。いかがでしたか？この曲は NHK2020 オーエンションプロジェクトとして明日に種をまこうというキャッチコピーのもと、未来に向けて頑張っている全ての人を応援している曲です。この曲を演奏するにあたって一番苦労したのは、みんなが好きな曲なので気合が入りすぎてしまって音が力んでしまうということがありましたが、本日は落ち着いて演奏することができました。
そして本日演奏するもう一曲は、私たちが大好きディズニーランドの本家アメリカのディズニーランドが2005年に開園50周年を迎えた際、それを記念した華やかなメドレー曲です。この曲も非常に有名な曲ばかりで、ラストはとてもダイナミックです。それではどうぞ。
がとうございました。拍手にお応えしてアンコールを演奏します。高校生の演奏に乗せて中学生が歌います。曲はふるさとです。中学生のカードガールもいるので皆さんぜひ歌ってみてください。拙い進行でしたがお付き合いいただきありがとうございました。なお、この両校による、クリスマスコンサートが12月21日土曜日、13時半ですね、午後1時半より本校体育館で行われます。そのご案内のパンフレットが高校に用意してありますので、どうぞお帰りの際に、お受け取りいただければと思います。よろしくお願いいたします。Thank you.